毎週木曜日にお伝えしている知っとく長崎です。今回はお忙しい中をですね、午後5時の生放送に合わせてお越しいただきました田上市長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどは利休梅の話題もありましたが、市長はお花見にはこの春行かれたんですか？いや、今年は行ってませんけど、はい、毎朝通勤の途中に桜町公園の横を通るんですけども、はい、ものすごく綺麗ですね。朝からもうちょっと癒されますね。そうですか。本当目の保養になりますよ ね。桜の花って美しいですもん ね。春がやってまいりました、はい、そしていよいよもう来週からは新年度がスタートということ で、今回はですねこのテーマでお送りいたします。新年度の予算と取り組みについてです。早速お伺いしたいんですが、長崎市の新年度の目標はあるんですか？これまでいろんな進化をさせよう、長崎を次の時代に合わせて進化させようというふうにやってきたんですけども、はい、今年はその進化を形にし始める年だというふうに位置づけてるんですが、うん、ちょっと別の言い方をすると、うん、今10年計画、総合計画っていうのを10年計画で進めていて、はい、その3年目に入るところなんですね。ですからそういう意味では3年目もしっかりと着実に10年目のゴールに向かって進んでいこうという、うん、そういう心構えでいます。うん、今総合計画2年終わってあと8年残ってるんですけども、はい、ね、8年後の長崎のイメージって小倉さんあります？8年後というと2020年ぐらいです。まあ、市役所がね新しく生まれ変わりますよ ね。あと駅がやっぱりこう新幹線が入ってくるので駅周辺変わるんじゃないでしょうかね。そうです ね。新幹線が入ってくる直前ぐらいになるんですね、はい、ですから駅のあたりは相当変わりますし、それから港の方も水辺のあたりの埠頭が今1隻しか泊まれない埠頭が2隻泊まれるようになったり、それから後でお話しますけど街中もちょっと風景が変わってくるということで、8年後に長崎の街ますます魅力的になっているように、これから8年間しっかり積み重ねていきたいと思っています。長崎市がこう大きく様変わりする、まさに今変革の時なんですね。あれですね、今長崎だけではなくて、うん、国全体も人口が減り始めていますし、はい、高齢化、少子化、グローバル化、いろんな変化があってどんどん変化がこれからも押し寄せますので、そういう意味で言うと長崎もその変化から外れているわけにはいかない、うん、ちゃんと変化は中にありますので、はい、その変化をどれだけプラスに使えるか、活用できるか、はい、この変化をチャンスにできるかというのがこれから10年間のとても大事なポイントだと思っています。うん、まさに変化の時を迎えた長崎市のですね新年度の予算をちょっとここでご紹介しましょう。はい、こちらです。ご覧ください。新年度の一般会計予算は歳入歳出ともに2162億2000万円。ちょっとピンときませんが、そうですね、はい、今年度と比較して31億1000万円、 1.5% の増なんだそうです。1人当たり、市民1人当たりにすると約49万円、まあ、50万円近くになるんですけども、おそらくこの数字よりもこのお金を使ってどんなことが今年されるのかっていうお話の方が分かりやすいと思いますので、それを後でお話ししたいと思います。予算の詳しい内容に関しては広報長崎4月号に掲載しておりますので、こちらをご参考になさってください。長崎市が取り組むべきこと、長いスパンかけてやるものと、今まさに、はい、今でしょっていうね、やらなければいけないことがあると思うんですが、今回はですねそんな今やるべき取り組みの中から特徴的なものを5つ、はいはい、ピックアップして皆様にお知らせしたいと思います。まずは街づくりに関連するプロジェクトなんです。こちらです。もうこれは長崎市のこのコーナーでも何度もお話しなさってくださっております、街ブラプロジェクト。はい、このプロジェクト、これ長崎の中心部の航空写真ですけども、グラバー園がある南山手から東山手という洋風の地区、それから関内新地という中華風の地区、中国の影響を受けた地区、はい、それからにぎわいの浜町道座から今度和風の中島川寺町丸山地区、それからもっと行くと千葉の町新大区があるということで、はい、ここをもっと魅力的なそれぞれの個性を生かしたエリアにしていこうというのが街ブラプロジェクトですけども、うん、これが今年からまた本格的にスタートすることになります。はい、古いものとこう新しいものが混在するすごく素敵な通りですもんね。そうですね、中通りあたりでも、はい、今諏訪小学校の壁が漆喰風になったり、それから地畳が増えたり、はい、町屋の形が見えてきたり、少しずつ変化がもうすでに見えてきています。これをしっかり進めたいということですね。具体的に
こういうものが並んでおります、はい。今年行うものの一つは未来予想図って書いてますけど、街中未来予想図ということで、これは町浦プロジェクトがこんな風になっていきますよっていうことを皆さんにも分かりやすいように、うん、未来予想図っていうのを書いてみようというのをやろうと思っています、うん。誰かの歌にあったようなタイトルですね。未来予想図素敵な響き、はい。それから、はい、それをこんなことやってますよという情報版も設置しようということを、皆さんと一緒に進めたいので、なるべく早く計画を示して皆さんと一緒に取り組もうということで、はい、こういうことをやっています。それから、うん、路地裏ですとかたまり空間というのは、ちょっと例えば空きスペースがあったりしたところにバンコみたいなのを置いたりとか、うん、街をもっとこう上手に生かしてみようよというような実験だったりとか、うん、あるいは南山手東山手の方ではバラチャレンジっていうんですけども、洋館の前ですとか通りですとかに、はい、バラをもっと増やしてみようとか、いいですね、洋風の街に似合うので、うん、そういうこともやってみようというチャレンジの事業も用意しています。いろいろと計画されているわけなんですね。こういうことを進めていくと、はい、街中のイメージが少しずつ変わってくると思います、うん、明るくなりそうな気がします、はい。そして続いて観光関連についてなんですが、昨年10月に香港モナコと並んで長崎市は新三大夜景、はい、世界新三大夜景認定されましたよね、はいはい。この取り組み、この夜景を生かした取り組みについて、そうですね、進められるもの、これまでもいろいろ展望台を新しくしたり、それからロープウェイのゴンドラを変えたり、いろんなことをやってきてるんですけども、はい、その効果が現れて稲佐山に登られる方が大変増えています、うん、で行列もよくできるんですね。そういう意味で稲佐山に行くときにロープウェイも行列ができていて、車で行くときにも駐車場が満杯だったりっていうときに中腹に車を止めて、それから歩くっていうコースがあるんですけども、そのコースにサインをつけてあり、それからライトをつけて明るく安全に歩けるようにしたりといったようなことをしようと一つは思っています。それから長崎の夜景は稲佐山からだけではなりませんので、鍋冠山ですとか立山の支天場もですね、ちょっと整備をして展望台のあたりを少し整備をしようという計画も今年から取り掛かろうと思っています。観光客の方に優しい街づくりってやっぱり必要ですね。そしてですよ、次はですね、環境関連で、はい、こちらが進められます長崎ソーラーネットプロジェクトという大変長いタイトルがついておりますが、はい、そうですね、これは再生可能エネルギーを増やしていく、風力ですとか太陽光ですとか地熱ですとかいろいろありますけども、そういったエネルギーに転換していこうという動きが全国で進んでいますけども、長崎でやる新しい事業の一つがこの長崎ソーラーネットプロジェクトというふうに呼んでいます、はい、うん。でやることは3つあります。1つ目はメガソーラー事業費と書いてますけども、はい、これは市役所が中心になってやることで、はい、産業クリーンランドという長崎の北部のところに市役所がメガソーラーを作って、そしてその電気を売って、そしてそこから上がった利益を今度市民の皆さんの環境活動に還元していこうというのがこのメガソーラー事業費なんですね。これは市役所が中心になってやる分です、はい。2つ目は企業の皆さんが中心になってやっていただく分で、市役所は公共施設の屋根をお貸ししようと、はい、それを使っていただいて太陽光のパネルを設置していただいて、うん、その分で増やしていこう、太陽光を増やしていこうというのが2つ目の事業、うん。それから3つ目は今度市民の皆さんが中心になってやっていただこうということで、うん、NPO などが中心になって市民エネルギーファンドというのを作って、はい、そこに出資をしていただいて、うん、そして一般の皆さんはうちに太陽光をつけようというときにそのファンドからお金を借りて使うことができる、そのことで安い価格で、うん、それで太陽光がこう家にこう増えていく、そういう仕組みを作っていこうという動きがあるんですね。それを支援していこうというのが、はい、3つ目の事業、うん、この3つを合わせて行うのが長崎ソーラーネットプロジェクトということになっています。まさに市民と企業と行政が一緒になって進めていくという環境を考えた取り組みなんですね、はい。他にもですね、こういったものもあるんだそうです。街路灯の整備事業といたしまして、LED 化にしていくという話。そうですね、はい。これはもう皆さんよくご存知だと思いますけども、蛍光灯などを LED に変えるとこれは非常に長く使えるっていうこと、寿命が延びるっていうことと同時に CO2 の削減にもなっていくということで、うん、これを今長崎市内全体で 37,300 灯ぐらいの街路灯があるんですけども、それを5年間で LED に変えていこうという事業を今年からスタートします。転換が終わるとですね、年間8100万円の維持管理費の削減につながるんだそうです、はい。そうですね、CO2 も約68トン年間削減されます、うん。はい、もう早急に進めていくべき取り組みという感じがいたしますね。
そして最後はですね、これ長崎ならではじゃないでしょうか。こういった階段の道が ね、 そうですね、たくさんありますもんね。あの斜面地が長崎は多くて、そしてあのそういうところっていうのは家が非常に密集しているんですね、はい、ですからあの救急車が入れると来れると安心なんだけども、うん、道を広げるのは大変だよねっていうところが長崎にはたくさんあります、うん、そういうところではあの道を4メートルの道を作ろう、幅が4メートルの道を作ろうと思うと大変なんだけども、こういう道を例えばこんな風にあの4メートルなくてもいいから、はい、救急車は入れるっていうような道にしたらどうだろうっていうようなことを始めようと、うん、これまでもこういった取り組みは実はやってきてるんですけども、うん、あの今年から車道整備事業ということで取り組んでみようと思っています。こういったところに少しこうあの水があったり川があったりするところも、うん、あの一部暗渠にするとあのこういう車が通れるような道になったりしますので、うん、そういったことをこれからやっていこうと思っています。個人的にはちょっとこういう階段の道で長崎ならではのちょっと、ね、減っていくのが寂しい気はするんですけど、やっぱり防災性の向上、そうですね、あのそしてどの道もこれにやるわけではなくて、うん、地域の中にこういう道が1本入っておくと非常に安心なので、はい、あの全部をこれにしようというわけではないんですね。全部が全部というわけじゃないんですね、はいはい、必要なところを変えていくという、はい、そうです、車道整備事業です。そして最後は教育に関する取り組み、こちらです。国際理解教育の推進、はい、これもこれまでも何回かご紹介しましたけども、うん、あのこれからの子どもたちっていうのは外国の人と一緒に仕事をしたりする機会が非常に多くなりますので、はい、あの子どもの時からそういう垣根をなくしておこうということで、長崎はそれが非常にしやすい町だということで、いろんな取り組みを国際理解教育ということで進めています、うん、今年も ALT を26人から32人に増やして、今あのどこの小学校も中学校もあの公立の小中学校では ALT の皆さんと必ず週、そうなんですね、毎週ですね、うん、話ができ一緒に遊んだりしているんですね、うん、それをもっとできるようにしていこうということをやっています。いろいろあの子どもたちが今出島に集まってアジサイイングリッシュデーということで、はい、ALT の皆さんと子どもたちが集まって英語しか喋ったらダメだよっていう、英語だけでね、すごく今人気があって募集、うん、応募が多いんですよね。あ、そうですか、はい、そういったものもあのこれからも続けていこうと思っています。これからの子どもたちの時代にもこうしっかりと即した取り組みが新年度も計画されているということなんです。他にもいろいろあるんですよね。そうですね、本当に、まあ、今年は、はい、あのその中でも来年が国体ということで、今年からリハーサル大会が始まるんですね。それからもう一つ大きなイベントとしては潮風総分祭ということで、あの高校生の文化部の皆さんの全国大会があるということで、これもたくさんの皆さんがお見えになりますので、はい、まあ、来年の国体に向けて雰囲気を盛り上げていきたいというふうに思います。新しい長崎へ向けて着実に歩みを進めていく、ね、といったところですね。一歩一歩ですね、一歩一歩ですね、はい、ここまでは新年度の予算と取り組みについてでした。さあ、ここからは旬の話題を2つご紹介します。まずはこの週末土曜日と日曜日に行われるイベント、今年で2回目だそうです。近海花祭りです。おそらくもう今週末ぐらい満開じゃないでしょうかね。そうですね、この満開の桜並木を散策しながら近海の旬の農産物を味わったり、シーカヤックや陶芸、木工などを体験したりすることができます。場所は利根川周辺、近海中央公園、そして八代ヶ丘花園の3会場をメイン会場として行われます。夜にはああいう竹灯籠が灯されるということで、地元の皆さん本当に一生懸命やってくれていますので、はい、ぜひ覗いてみてください。とても綺麗です。私も行きたいんですよ、今週末ちょっとなんとか足を運ぼうと思ってます。そしてもう一つです、今年も東八景の公園で開催されます長崎旗揚げ大会、今年は4月7日日曜日午前10時から始まります。これも長崎の春の風物詩ですよね。ねえ、はい、1000旗がですね無料で配布されるということですので、ぜひ親子で旗揚げ楽しんでほしい。ピクニック気分でですね、行ってほしいですね。行ってほしいと思います、はい、ここまでは田上市長にお話を伺いました。生放送本当にお疲れ様です。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。